はいどうもゆうきです。今回はデンファミニコゲーマーさんで掲載された流星のロックマンに関する記事を読んでいきたいと思います。こちら2022年3月23日、めっちゃ最近この令和の時代に流星の記事が出たんですよ。で、これ視聴者さんに教えていただいたんですけど、めっちゃ内容がいいみたいなんで、もう完全初見で僕見ていきたいと思います。今から流星の魅力とか流星のことがどれだけ詰まってるのかしっかり見ていきたいと思います。で、サブチャンネルの方で流星のロックマンとかロックマンエクゼに関する魅力とか考察とか解説動画を出してますので、そちら流星好きやロックマンエクゼ好きの方がいたらぜひチャンネル登録しておいてください。では行きましょう。流星のロックマンは3作で終わるような作品ではなかったと言いたい。わかる。シリーズ15周年を迎えた今、他のロックマンにない魅力を突き詰め続けた名作を振り返る。いや、マジで名作なんだよな。実況で初めて流星のロックマンやったんだけどさ、もうめちゃくちゃハマった。大人こそハマるゲームだと思う。2001年、任天堂の携帯ゲーム機、ゲームボーイアドバンス用ゲームソフトとして誕生し、一時代を築き上げたカプコンの看板タイトル。ロックマンの新シリーズ、バトルネットワーク、ロックマンエグゼ。いや、新シリーズ、バトルネットワーク、ロックマンエグゼって言われてるのちょっとテンション上がるね。2001年だから21年前なんだけどね。そんなエグゼは2005年発売のシリーズ第6作、ロックマンエグゼ6、電脳獣グレイが電脳獣ファルザーをもって完結。以降におけるシリーズが確立した新ジャンル、データアクション RPG の系譜は次なるロックマンに託される形となった。そんなエグゼの後続作品としての使命を背負い、誕生したのが2006年12月発売の、あ、5年あったんだね、そういえば間が。え、5年、え、違う、2001年から出たからそのまますぐ出たんだよね。あ、びっくりした。誕生したのが2006年12月発売の任天堂 DS 用ゲームソフト、流星のロックマンだった。レオね、ペガサス、レオ、ドラゴンって最初から3パターンいったからね。もうここがちょっと、うーんって思ったけど。舞台設定をエグゼの時代から約200年後、2200X 年のワイヤレスネットワーク技術並びに宇宙開発技術が発達した未来にして、ブラザーアクション RPG なる新ジャンル名を捧げて始動した流星。ブラザーアクション RPG って言っても、パッと見何人かわかんないけどね。しかし2008年11月発売のシリーズ第3作、流星のロックマン3、ブラックエース、レッドジョーハッカー、めっちゃ面白いんですよ、これが。をもって、流星のシリーズの展開は終了。翌2009年、DS で発売されたエグゼ第1作のリメイク、ロックマンエグゼ、オペレートシューティングスターへのゲスト出演を最後に、事実上幕を下ろしてしまった。以来、エグゼから始まった RPG としてのロックマンの歴史も途絶えてしまっている。マジ復活しねえかな、本当に。一般に難しいゲームとの印象が浸透していたロックマンに新風を吹き込み、新しいファンの獲得に成功するといった偉業を残したエグゼ。流星もそんなエグゼに比類する活躍が期待されたが、現実はそれに大きく反するものになってしまった。そうなんだよね。まあ、これに関する動画とかメインチャンネルの方で上げてるんで、気になる方はぜひそちらご覧ください。流星はそのような結末を迎えても仕方のない作品だったのだろうか。そのように問われれば、半分その通りで半分違うという煮え切らない回答になってしまう。事実、流星は誕生間もなくネガティブな話題を呼んでしまい、以降もそれが足かせとなったまま展開していくことになってしまったからだ。だが自信を持って言えることもある。それは流星も誰もが楽しめるロックマンというエグゼと同じ志を掲げた作品であったこと。そしてエグゼとは異なる方向性の、答えを探す面白さとチャンスをつく楽しさを突き詰めたロックマンだったことである。同時に今なお色あせない話題性に加え、小さな子供から全くロックマンをそんなことのない世代へのとっつきやすさにも秀でた万人向けの色も濃いロックマンだった。そう、面白いんだよ。いや、面白いんだけどさ、流星1でちょっと最初入りしくったところがあったから、それ引っ張っちゃっただけでめっちゃ面白いんですよね。さらに流星は筆者個人の意見を言ってしまうと、数ある派生ロックマンシリーズの中でも3本の指に入るほど好きな作品でもある。同じ RPG 系統のエグゼよりも強く印象に残っていたり評価している部分も多い。話が面白いからね、流星は。てか、心に残るからね。2021年12月14日をもって、第1作の発売から15年の年月が過ぎ去った今、改めて流星が辿った軌跡と目指したものの誕生を間もなく降りかかったネガティブな話題のことにも触れつつ掘り下げていこう。ってことで記事がここからですね。目次としては、エグゼを下地にチャンスをつく楽しさを追求した流星の戦闘システム。ロアク的な描写や設定も散りばめられたストーリーとそれを彩るキャラクターたち。これがめっちゃいいんだよ、俺。大規模な根崩れを起こすという不運な幕開けとその受難。漢字が難しい、今回の記事。名実ともにエグゼとは別の作品へ化ける覚醒を見せた流星のロックマン3。そう、3でね、やってくれましたよ。変身ヒーロー、ロックマンの活躍が今後も語り継がれていくことということで。この記事概要欄にリンク載っけておきますので、詳しく見たい方はぜひそちらからご覧ください。エグゼを下地にチャンスをつく楽しさを追求した流星の戦闘システム。
流星はエグゼの後続作品ということから、ジャンルは引き続きアクション要素を持つ RPG となった。交渉ジャンル名こそ前述の通りブラザーアクション RPG と改められているが、厳密にはエグゼのデータアクション RPG の流れを組んだもので、カードゲームとアクションゲームの要素を併せ持った戦闘システムを最大の特徴としている。当時カードゲームとか結構流行ってたからね。遊戯王が出始めて6年とか7年とかなのかな。まあ結構カードゲームがノリに乗ってる界隈ではあったんで、この戦闘システムがいかに独創的で、なおかつアクションゲームのロックマン本来の遊び方を分かりやすく伝えるものであったかは、以前のエグゼの記事で言及した通りである。これもちょっと今度動画で出してみようか。流星はエグゼの時代において完成された仕組みを継承しつつ、バトルチップの名称をバトルカードにするなど、作中の世界観を踏まえた変更を実施、さらに戦闘フィールドと戦い方の基本も大きく改めた。エグゼは縦3×横6のマス目、自陣と敵陣に分けられた 2D 構造のフィールドを舞台にした。対し流星は縦5×横3のマス目の 3D 構造のフィールドが舞台となり、自陣は一番手前の縦1×横3マスに限定。残る縦横計12マスを敵陣に設定した。そのためプレイヤーの分身たるロックマンの移動範囲も左右の横方向のみに、端的に言えば狭くなったのである。そう、ここが最初ね、ちょっとえってなっちゃったんだよね。基本縦横計9マス動けたエグゼを思えば、著しく窮屈になった流星での変更、なぜこのような形になったのか、それについては小さな子供でも遊べるようなシンプルなゲームに戻したかったという意図であることを、本作のディレクターを務めた元カプコンのなんて読むんだっけ、名前忘れた、あの安間さん、わかる方コメントで教えてください、が関連書籍のインタビューでコメントしている。ちょ、この書籍とかもね全然変えてないから欲しいんだよね。流星ハマったのさ、大人になってからだからさ、書籍とか変えてないんですよ。6はシステムが複雑になりすぎたので、まずそれをリセットして小さな子供でも遊べるようなシンプルなゲームに戻したかったんです。確かにエグゼ1のシステムに比べたら6ってかなりシステムが増えましたよね。まあ、大人は遊びやすいというか面白いんだけど、子供から見ると難しいのかもしれないね。射撃ゲームのエレメカとかあるじゃないですか。あんな感じに近づけたいなと。それで最初はロックマンの腕しか見えない一人称視点のバトル画面にして頼みしたりもしてました。へえ。核にあるカードプラスアクションの楽しさは同じでも、それをエグゼとは違う形で表現できないかなと。視点を変えることによってエグゼっぽさを出しつつ、新しいゲーム性を出していけるんじゃないかなと考えたんです。なるほどね。事実、エグゼは続編が出るたびに新しいシステムが追加されていき、次第に複雑さを高めていった。同時にゲームの難易度も上昇傾向となり、シリーズ第5作、ロックマンエグゼ5、チームオブブルース、チームオブカーネルはそのピークとも言える難しさに到達してしまっていた。フォルテ XX とかめっちゃ強かったからね。正直このあたりのナンバリングシリーズに関しては難しいゲームと指摘されても致し方なかったように思う。当時倒せなかった敵とかいるからね。流星は完全新作ということで、まさに新規一点を図った格好だ。さらに移動範囲を絞り込むなりのアイディアも導入され、エグゼとは異なる戦闘システムも確立した。それを演出する象徴的存在ともいえるものがロックオンとウォーロックアタックである。十字キーの下を入れると緑色の矢印が3つ表示。この矢印が敵一体と合わさってサイトがつくと、対象がロックオン状態となる。そこからバトルカードを使うと、ロックマンが敵の目前へと自動で瞬間移動し攻撃を行うのである。これ気持ちよかったよね。これにより例えばソードに代表される近接攻撃系のバトルカードを用いた攻撃も簡単に命中させられるようになった。これ気持ちいいんですよね。エグゼではなかなかできなかったんで楽しかったです。エグゼの時は敵が攻撃範囲内に入った瞬間を狙って使わなければ当てられなかったが、流星ではロックオンで敵一体に狙いをつければ、たとえ相手との距離が離れていようがお構いなしに攻撃を当てられる。これによりより直感的かつスピーディーな攻撃を展開可能になった。またこのシステムはアクションゲームのロックマン特有のスリリングで気持ちよい瞬間を手軽に味わえるものになっている。それはチャンスをつくことだ。ロックマンというゲームが答えのあるアクションゲームを目指して制作されたことはエグゼの記事でも言及したことだ。ただしその答えをつく過程においては基本的にプレイヤーの技量が問われることになっていた。それは答えに相当する特殊武器をより確実に当てること。そう、本家のロックマンでもね、特殊武器の組み合わせが大事になりますからね。だが相手はずっとその場に立ち止まり続けることはなく、ロックマンを倒すために縦横無尽に動き回って攻撃を仕掛けてくる。よってこちらの答えが確実に当たる、ここと言える瞬間を見つけ出さなくてはならない。その過程にあたって敵の攻撃を避ける、動きを見切るというプレイヤーの技量が問われる。故にアクションゲームが不得意な人には厳しく感じやすいと同時に、難しいゲームという印象も持ちやすい箇所であった。まあ、うまいことタイミングが計らないとすぐ死にますからね。RPG へとジャンルを改めたエグゼでは、移動範囲の限定されたマス目のフィールドで戦闘が繰り広げられる作りになったことで、狙いをつける瞬間は視覚的に分かりやすくなった。
ただそれでも相手が積極的に動き回り攻撃を仕掛けてくる点はそのままで多少ながら難しさは残っていた。流星のロックオンとウォーロックアタックはその部分を大きく緩和し、最小限の技量でより優しく直感的に味わえるようにした。同時に答えを探す面白さもより手軽に味わえるようになったのである。なるほどね。そして積極的に攻撃を仕掛けていけるようになったことで戦闘自体のアクション性、スピード感も著しく向上。まさにエクゼっぽさを出しつつ流星ならではの独自性というのを確立させるのに至っているのだ。正直このチャンスをついて成功する楽しさを大事にしたのは先の関連書籍でもディレクターの安間氏が言及。ちょっと名前合ってるのかな、安間正弘さんでした。調べてきました。安間氏が言及している。その結果エグゼに限らずロックマンを知らない苦手意識がある人にも醍醐味が伝わりやすい枠組みが完成されているのは大変興味深い部分だ。また本作にはシールドという敵の攻撃を防ぐ防御アクションも新規に設けられたが、これ大事なんですよね。これもチャンスをつく楽しさを際立たせると同時にアクションゲームの技量、具体的には回避に必要な瞬発力に自信がないプレイヤーにも確実に回避をできる安心感を確立させている。いやでもシールドのタイミングも結構大事だったけどな。その意味でも流星は万人向けという表現がこの上なく似合うロックマンだったと言えるだろう。無論細かくシステムを掘り下げていくと複雑な様相があらわになるが、基本の遊びはとっつきやすく、小さな子供からアクションゲームが不得意な人にも安心して楽しめる。まさに流星はロックマンというゲームが持つ答え探しの魅力をこれまで以上にわかりやすくし、幅広い世代に伝えていくミッションになる存在だったと言えるかもしれない。同時に流星はゲーム以外の部分にも強烈な魅力を宿していた。それはストーリーとキャラクターたちである。そう、これがめっちゃいいんだよね。露悪的な描写や設定も散りばめられたストーリーとそれを彩るキャラクターたち。前身のエグゼは一部に重く暗い設定やエピソードも存在したが、全体的なストーリーの作風は明るめで、とりわけ主人公光ネットの元気で前向きな性格はその象徴でもあった。そうだね、明るかったからね。流星の主人公は星川すばる、孤独な不登校児の少年というネットとは180度異なるキャラクターとなり、それに合わせる形でストーリーの作風もやや暗めになった。いやいや、めっちゃ暗いけどな。流星本編は、スバルが宇宙からやってきた謎の電脳、電波生命体ウォーロックと出会うところから本格的に始まる。以降、スバルはウォーロックと合体融合したロックマンになり、地球を狙う FM 星人との戦いを繰り広げていくのだが、彼らは孤独を感じている人間の心を掌握する術に長けた存在。そのため作中では数多くの孤独を抱く人間とそこに押しかかる闇が描かれている。そう、これがね、ちっちゃい頃見ても分かんなかったことが大人になるとめちゃくちゃ分かるから面白いんですよ。実況やっててめちゃくちゃ楽しかったんですよね、ここら辺が。親身になしてくれた上司に自らの研究成果を横取りされた過去から極度の疑心暗鬼に陥った男性、金儲け第一の大人にこき使われる少女心が、みそらちゃん。そして赤ん坊の頃にゴミ収集所に捨てられた捨て子の少年。他にも様々な孤独を抱く人間が登場しては、FM 星人と融合した電波人間へと化し、現実世界にて人間を巻き込む攻撃を繰り広げていく。いや、先生出して。先生の話が一番好きなんだよ、俺。それに、スバルとウォーロックの二人がロックマンとして、決死の戦いに挑んでいくのだ。いや、でも深刻な心持ちにさせられる設定になっている。孤独を抱えた人間たちの描写も闇に満ちており、その背景も現実に起こりうる事柄が大半を占めるため、主に年齢層の高い人ほど心をえぐられやすい。それな、それな、これがロックマンと戸惑いつい見入ってしまうほどだ。特に第一作の流星1はこの色が濃い。そう、だからストーリー的にはね、流星1めちゃくちゃいいんだよ。システムとかがまだ荒削りな面はいっぱいあるんだけど、ストーリーというかもうね、お話的には流星1はマジでいい。めちゃくちゃ面白い。逆を言えば救いの描写も多く、おかげでスバルが心を徐々に開いていき強くなっていく成長の様子が描写されており、思わず応援したくなってしまうキャラクターになっている。消極的なスバルを強引に引っ張るウォーロックもそんな魅力を引き立てていると同時に、性格も粗暴という対照的な設定も相まってやりとりを見ているだけで微笑ましい気持ちにさせてくれる。また第2作流星2ですね、以降は成長後のスバルが活躍するなど、ゲーム側にとどまらずストーリー上の明確な進化変化が描かれているのも独自の見どころだ。作風も成長後は明るくなるが、それでも心の闇を抱えた人間などの暴走が描かれたり、ショッキングな展開を挟むなりとことを書かない、そんな毎作見入ってしまう場面がたくさんあるのも流星特有の売りと言えるだろう。流星の2もね、なんかなんで急に文明出てきたって思ったところはたくさんあったけど、ストーリー面白かった。じゃあごめんね、今回記事長いからカミカミになっちゃうかもしれないけどさ、割と興奮してるから許して。そしてキャラクターたちである前述のスバルとウォーロックもさることながら、脇を固めるキャラクターたちにも強烈な魅力を潜めた
秘めたメンツが揃ってる。特に女性キャラクターたちの存在感はロックマンの全シリーズの中でも屈指と言っていいだろう。それが専門ミソラちゃん可愛いからな、めちゃくちゃ。これ目隠しして誰だってやってる時のシーンですよ。流星のロックマン2でミソラちゃんが出てきた時のやつ。テンション上がるわ。若干流星1のネタバレになるのをご容赦願うが、スバル最初の友人となる少女シンガーの響きミソラ。スバルを意地でも投稿させようと強引な行動を取りつつも、彼が変身したロックマンにメロメロになってしまうツンデレな少女。ルナちゃん、白金ルナちゃんの2人は少女の象徴だ。この2人は古くからロックマンを知る人から見れば、ロックマンダッシュのロールキャスケット、トロンボーンのヒロイン2人を匂わせるものもあるのも、あ、これあれか。あるのも面白い。これあれだね。ムー大陸に行く直前のシーンですね。みんなで集まった時のインチョンチに。また、後発の流星2では女性の黒幕、ドクター織姫の暗躍が描かれたり、流星3では教育実習生と偽ってスバルに接近する敵組織の一員、クインティア。クインティアがね、ユーモアセンスみたいなやつで喋るとき関西弁になってるのが面白かったんだよね。そして、スバルたちを温かく見守りつつ協力する話好きの老科学者。その名もヨイリー。おばあちゃんね。ヨイリーが登場する。さらに、スバルは父親で宇宙飛行士の星川大吾を宇宙ステーションの事故で失っており、そんな彼をただ一人支える母親、星川あかねの献身的な姿も見逃せない。そう、お母さんめっちゃ美人だからね。もちろん男性側でも流星2以降に登場するライバルポジションのソロ。流星3にてヒーローとして壮絶な生き様が描かれる。指導さんな、泣くわ普通に。そして父親の大吾などの魅力的なキャラクターが登場し、様々なドラマが描かれている。こうしたキャラクターたちの存在感が際立って高いことは、シリーズ展開が終えた2022年現在も語り草になっていて、とりわけミソラとルナの2人はスバルを差し置いて真剣のイラストを書き起こされたり、2015年のロックマンシリーズ28周年の誕生日企画時に2人のクリアポスターが景品の一つにされたりと、それ欲しいな。事実上流星の顔になっている。彼女2人に限らず、流星には本当に心から応援したくなったり忘れられなくなるキャラクターが多い。先生だよ、もじゃもじゃ先生だよ。それもあって、発売から15年以上が経過した今も話題性が色褪せない。そのようなゲーム以外の部分にも記憶に強く残る要素を持った作品になったことは、ロックマンシリーズ全体で見ても素敵なことだったと言えるだろう。なお、筆者の推しはヨイリー博士。これ書いてる人面白いな。これ書いてる人ガチで流星好きなんだろうな。めっちゃ伝わってくるわ、端々から。めっちゃ好きなんだろうね、この人、流星のロックマンが。大規模な根崩れを起こすという不運の幕開けとその受難。これな、なんかちっちゃい頃さ、流星のロックマンってすぐに500円ぐらいのセールで並んでるの見たわ。ゲオで。近所のゲオで。このような独自の魅力を持って生まれた流星だったが、その始まりは順風満帆とは言えなかった。流星を当時から知ってる人なら、おそらくこのような印象を今なお持ってるかもしれない。大規模な根崩れを引き起こした DS 用ゲームソフトというものだ。そうなんだよな、めっちゃその印象強いんだよ。年末から2007年の年始にかけて、市場に新品在庫が大量に残った反動による供給バランスの崩壊が生じ、定価4800円が500円近くにまで値を下げてしまう異常事態を引き起こしてしまったね。めっちゃわかる。今言ったことをそのまま書いてあった。そのまま書いてあんじゃん。じゃあ多分この人世代一緒だよ。うわ、この人と直接話して。2006年当時は2005年発売の脳を鍛える大人の DS トレーニング買いました。おいでよ動物の森買いましたなどの爆発的大ヒットに端を発したが、DS ブームの真っ只中流行ってたよね。同年には久しぶりの 2D マリオシリーズ最新作ニュースーパーマリオブラザーズ、任天堂スイッチのリメイク版発売が記憶に新しいポケットモンスターダイヤモンドパールが発売されたのもあって、盛り上がりは最高潮に達しており、特に家電量販店などにおいては DS タイトルの売り場が拡大傾向にあった。 DS ステーションとか置いてあったからね、ヤマダ電機とか。そのため当時そこへ通っていた人ならば、異常な低価格で発売される流星の姿が記憶に残ってるかもしれない。めっちゃ残ってます。店舗で働いていた、流通業務に当たっていた人であればなおさらだろう。なぜそのやことさらかことさらだろうなぜそのような事態に至ったのかは諸説ある。最も考えうるものとしては、エクゼの劣化と誤認されてしまうされやすい広報が展開されてしまったことだ。そうなんだよね。僕動画でも前まとめたことあるんですけど、エグゼ好きだった人が入った時に、なんだよこれエグゼと違うじゃんって言って離れちゃう人が多かったんですよ。特に戦闘システムは前述の通り固有の特徴を持ちながらも、移動範囲が極度に制限された見た目がエグゼからの対価とみなされやすかった。電波人間、宇宙人という新しい世界観におけるキーワードも、特にエグゼを初代こと第1作から最終6作まで追いかけ、成長してきた世代には抵抗を抱きやすい側面があったことも否定できない。さらに流星はエグゼ時代作品評価の足かせとなり、
一部のファンから煙たがられていた光と闇の遺産と称せるものを引き継いでしまった。具体的には高額なおもちゃとゲームを連動させることによってもらえる限定アイテム、バージョン分割商法である、そう3バージョン商法な。これらは流星の始まりと同時にリセットされることが期待されたのだが、現実は続行どころか進化まで遂げる事態となってしまった。中でも3つのバージョンの同時発売は、前身のエクゼやロックマンを知らないゲームファンからも金を巻き上げようとしているとの印象を持たれやすかった。バージョンごとの独自要素がゲーム中の最小限の要素を切り離しただけという小規模なものであることが判明したことも追い打ちになったと思われる。そう、あんまりね、違いないからね、言って。値崩れにより最低限の資金で3バージョンが揃えられるという皮肉すぎる恩恵もあったが、この出来事を機に流星にはマイナスイメージがつき、流星2以降の続編も引きずる形となってしまった。そうだ、最初1バージョンの方が良かったよね。エグゼも最初1個だったからね。3から2バージョンになりましたからね。さらに流星1はゲームとしての出来も荒削りなところも多く、主に戦闘システムとバランス調整面に批判が集中していた。バトルカードの選択ルール、そのルールを崩す自由選択を可能にするホワイトカード、そしてカードを連続して使って大ダメージを与えるベストコンボ、およびそれを一つのカードにする1回限りの大技、レジェンドフォースがそれに当たる。特にベストコンボは火力任せな戦いこそが正義と言わんばかりの状況を作り出すなど、バランスの大味化を招いていた。エクゼがね、タイミングゲーとかめっちゃコンボ重視するのに対して、このベストコンボがもうパワーこそ力みたいな感じでガンガン攻めていけばいいみたいな感じになっちゃったから、そこで今までの方が面白かったなってなっちゃうんですよね。オフラインを通して現実の友人と関係を結び、ロックマンの強化を図れる新要素ブラザーバンドも流星1では6人限定。しかもゲーム内で関係を結ぶキャラクターとの兼ね合いのため、増やしたい場合は彼らとの関係遮断が優先されるという問題も書かれていた。まあぼっちだからそれは関係ねえかな。一応ブラザーバンドの問題は流星2でゲーム内キャラクターとリアルの友人とを分ける形にすることで改善はされている。まあ、流星2はね、一人で戦ってましたからね。ここのかけらですよ。一方戦闘はウェーブコマンドカードなる新要素に付随するバランス崩壊が問題されていたり、マップ上の戦闘発生率、エンカウント率が高めに設定され、めっちゃエンカウントするんだよね、流星2って。難易度の上昇も招くなど課題を残していた。だがそのような経緯を経たのもあり、流星3では大規模な進化を遂げる。その進化はまさに覚醒と称するにふさわしいものだったのである。そう、流星3がめちゃくちゃいいんだよね。名実ともにエクゼとは別の作品へ化ける覚醒を見せた流星のロックマン3。リジス上のシリーズ最終作となった流星3こと流星のロックマン3、レッドジョーカー、ブラックエースは、まさに流星がエグゼとは全く異なる方向性を持つアクション RPG になったことを決定づける正真正銘の傑作であった。マジ神作。個人的な評価で言えば、誇張抜きに DS の数ある RPG の中でも最高峰の作品と言っても良いぐらいだ。わかる、俺も同じ。全然同じ。細かく紹介すると記事1個分が出来上がってしまうほど長くなる恐れがあるため、象徴的なものに留めさせていただくが、最も大きく進化したのが戦闘システムである。基本は全2作を踏襲しながらノイズとノイズチェンジ、こうスタイルチェンジみたいな感じです。カードサイズ、ギャラクシーアドバンス、これがプログラムアドバンスみたいな感じですね。といった数多くの新要素が導入された。この中で特に戦闘スタイルを急激に一変させたのがノイズだ。戦闘中にノイズ率なるものが表示されるようになり、雑魚敵、ボスに対して無属性カードによる攻撃を当てると上昇。その数値に応じた変化が生じるようになった。特に大きいのは 100% 以上になった時、敵を吹っ飛ばしたり吸い込む攻撃の効果が逆転したり、すごいものでは全ての攻撃に対インビジブル効果が加わることである。これにより戦闘の行く末が読みにくくなるなど、非常にスリリングな展開が繰り広げられるようになった。そう、これをさ、オンライン対戦したいんだよね、俺。めっちゃ面白そうなのにさ、今できないからさ。ノイズ率を上昇させ、ロックマンの形態を変化させるノイズチェンジもそんな戦闘スタイルに大きなアクセントを加える存在として位置づけられ、もはやスピーディーと評するのも生ぬるいほど派手な展開が繰り広げられるようになっている。めっちゃ速いからで動き。またカードサイズも戦術面に変化をもたらした。その名の通り、バトルカードにサイズの概念が加わり、火力の高いカードほど大きめのサイズになっており、選択画面内のスペースを広く占拠し、それより小さなカードが下に隠れる弊害が生じるようになったのだ。この隠れたカードは直接タッチすれば選べるのだが、その場合サポートユーズかシングルユーズのどちらかを決めることになる。サポートユーズだと選んだカード本来の効果は発揮されないが、属性に応じたサポート系カードへと変換され、他のカードとの同時選択ができるようになる。これインビジブルとかもありましたからね、サポートユーズで。結構便利でしたよ。逆にシングルユーズはカード本来の効果が発揮されるというもの。ただしこれにすると他の残ってるカードが選択できなくなってしまう。だが困ったんですよね。サポート効果を重ね掛けした戦術で攻めるか、一点主義で攻めるか、あるいは隠れてしまったカードはそのままにして他の選べるカードで乗り切るか、それが多かったかな。
このような選択と判断に応じた、展開の変化も起きるようになり、戦術性も一層深みを増している。また火力の高いカードに頼った戦術も難しくなって、バランスの取れたデッキ編集が勝敗の鍵を握る調整に進歩したのも大きな見どころである。さらに全2作にはなかった戦闘開始時に必ず選べるカードを出現させるレギュラー指定機能も追加。これはエクゼにも存在したシステムで、それが復活した格好だ。あー、かっこよかったっすよねギャラクシーね。他にノイズに関しては 100% まで高めた状態で戦闘に勝利すれば、特殊なバトルカード、イリーガルカードが手に入るといった XK シリーズとか強かったですよね。やり込み要素が加わったり、ノイズのかけらなる便利なアイテムの交換に用いられるものも得られるようになった。若干かいつまんだ紹介になったが、こういった遊びと戦術の幅を広げる要素が豊富に導入され、非常にやり込みがいのあるシステムへと変化した。元来のアクション性の高さ、スピード感、そしてチャンスをつく楽しさにも磨きがかかり、この流星の枠組みならではの独自の魅力を持つものへと覚醒するに至ったのである。戦闘システムだけではない。全2作は DS の下画面にフィールド、上画面にステータス情報並びに戦闘フィールドを表示するよう分けていたが、流星3は上画面にフィールドと戦闘画面を集約、下画面にステータス情報のほか、メニュー画面などを集約させるなりして、ゲーム部分、機能周りの明確な分担を図った。そう、だから実況するとき便利なんだよね、すごい。また全2作ではタッチスクリーンを生かしたタッチギミックが存在し、フィールド画面と混在する形で表示されたが、明確に切り分けを行った流星3ではその表示が簡素化。操作も単純にタッチするだけのとっつきやすいものが中心となり、関連するイベント、仕掛けを直感的に楽しめるようになっている。肝心の本編にも特にイベント周りに大幅な強化が施された。特に印象的なのがフィールド上で繰り広げられるアクションゲーム全開のミニゲームイベントだ。スバルを操作しながら周囲から襲いかかる敵を直接攻撃しながら追い払っていくというアクションゲームそのものの展開が用意されたのである。あくまでもフィールド上でのイベントのためできることは戦闘に比べてか限られているが、だが RPG の枠組みの中でアクションゲームが楽しめるというだけでも大変に心が躍る。なんかウォーロックのコピーみたいな、めっちゃ襲いかかってきたよなこれで。エグゼから始まった RPG のロックマンの極致とも言えるもので、非常に感慨深い気持ちにさせてくれる。他に流星2に引き続きセーブを2つ作成できるようになったり、ボイスの演出強化、メニューデザイン全般をスタイリッシュなものへと一新するなどの見どころがある。ストーリーも全2作から一部設定の変更はありつつも、シリーズ最大の謎として残されたスバルの父親、ダイゴの行方に迫る展開が描かれたりと、多数の見どころを抑えた内容になっている。最後良かったよね、お父さん。流星3の発売当時、プロデューサーを務めたカプコンの堀之内健さんでいいんだっけ、堀之内健氏は今は亡きファンコミュニティサイト U カプコンに寄せたコメントにて、改めてゲームコンセプトや世界観、はたまたロックマンのデザインまでじっくりと見つめ直して、僕たちが流星のロックマンで表現したかったことや、ロックマンでは何が本当に面白いのかについて開発チームのみんなでとことん考えましたと綴っていた。また過去最高の面白さになったと思います、星とも。お茶目っ気がありますね。その言葉通り、流星3はタイトルロゴのデザインも変わるなど、明らかにこれまでの全2作との違いが目に見えて現れている。そこに込められた気合は本物であり、結果として流星の目指したアクション RPG の完成形が詰まった珠玉の作品になっていた。様々な出来事を経て、つきまとったマイナスイメージを吹き飛ばす決定版が誕生したのだった。本当にね、なんか熱かったよね、流星3っていうゲームって。本当にスタッフさんが頑張って好きで何とかしようって考えて作った作品なんだろうなって伝わってきましたよね。とはいえ、その強化の反動で万人向けというには程遠い作りになったのも事実だ。特にシステムの充実化、戦術、戦略性の進化は結果としてエクゼと同じ鉄を踏んでしまっている。だが、あえて思い切った方向に舵を切ったことにより、流星は覚醒し、独自の魅力を持つ作品へとなった。特にアクション性の高さ、スピード感をさらに強化させる方針に舵を取ったのは大きな成功だったと言えるだろう。それだけに、これが事実上のシリーズ最終作になってしまったことが惜しまれる。本当だよ、流星4出してくれ。変身ヒーロー、ロックマンの活躍が今後も語り継がれていくことを。今にして思えば DS 時代に生まれた新しいロックマンはシリーズとして満足に成長、発展できないまま幕を閉じてしまった。本当だよ、これからもあればよかったのに。流星が誕生した2006年にはエグゼと同じ時代を共にした盟友、ロックマンゼロの後継作、ロックマンゼクスも発売。流星に先んずる形でアクションゲームのロックマンの新しい歴史を紡ぐはずだった。これ、あれだな、ゼクスやったな、でも当時。ちょっとやったけど、あんま記憶にないな。ゼロはね、3まで実況して、4、ちょっと3の幕が良すぎて、4実況したくなくなっちゃったんですけど。だが、翌2007年発売のロックマンゼクスアドベントを最後にシリーズ展開は終了。
ストーリーもこれからというところで終わってしまい、打ち切りを強く感じさせられるものになってしまった。ロックマンの全シリーズの中でもシリーズ本数はロックマンダッシュを下回る2本のみと、史上最も短命に終わった作品として記録されている。これもなぜ短命に終わったのかを考えたくなってしまうが、言及は避けたい。流星もゲスト出演したロックマン X でオペレートシューティングスターを除けば最終的に発売されたのは3作のみ。短命に終わったロックマンだったのは否定できない。とはいえ、完全に打ち切り同然の終わり方をしたゼクスと異なり、流星は区切りの良いところでエンディングを迎えられたので、その点ではまだ幸いだったと言えるかもしれない。まあでも、あれだよね、ムーメタルとか次回作につながるような伏線はいっぱいあったけどね。それに流星3での覚醒を思えば、まだ続けるだけの底力と意義はあった。だが流星1の順風満帆とは言い難い出だしはよほど大きな傷を残したのか、完成度の高さとプレイヤーからの高い評価とは裏腹に続けられなかったのが残念でならない。今出したらいける気するんだけどね。本当に流星1がもう少し波風を立てない形で出ていれば、完結したエクデから始まる新シリーズとして純粋にゲーム単体で勝負するスタイルで始めてくれていれば、考えれば考えるほどあれさえなければとの思いが出てくる。筆者個人の感想になるが、流星における変身ヒーローとしてのロックマンは本当に面白い題材だった。またエクデの時代ではアニメ版オリジナルだった題材をゲーム版はこう解釈するのかと純粋にワクワクさせられるのであった。エグゼは2002年から2005年にかけテレビ東京系列でアニメ版が複数のシーズンにわたって放送された。第1シーズンは原作のゲーム版を踏襲しつつオリジナル要素を絡めた内容だったのがパレアとかな。第2シーズンロックマンエグゼアクセスはそのオリジナル要素を大幅に強化、変身ヒーローとしてのロックマンを描いた作品になったのである。シンクロチップと呼ばれる特殊なチップを持ち、ネットとロックマンが合体融合してクロスフュージョンロックマンになり、現実世界に現れ破壊の限りを尽くすウイルスたちとの激闘を繰り広げる。初代ロックマンのストーリーをエクデ流に解釈したこの設定は、古くからロックマンを追い続けてきた人間にとっては大変刺激的で、このようなやり方があるのかと唸らせられるものだった。また原作のゲーム版の構図をそのままアニメに持ってきてしまうと、ネットワーク世界で戦うネットナビたちに盛り上がりどころが集中してしまい、人間側が目立ちにくくなるという難点を解消するアイデアとしても秀逸なものがあった。面白かったよね。この設定は第3シリーズロックマンエクゼストリームでも継続し、ネット以外のキャラクターたちも参加するなど、さながら特撮作品ばりの展開を見せている。原作のゲーム版にはこの設定が逆輸入されることはないまま完結を迎えた。だが続く流星にはそれが形を変える形で採用され、ゲーム版ならではの変身ヒーローとしてのロックマンが描かれたのは本当に興味深いものである。作中のストーリーもその設定特有の見応えのある場面が多く、脇を固めるキャラクターたちともども彼らの活躍が末長いものになればと思っていた。そのような未来が訪れなかったのはしつこいが惜しまれる限りだ。流星もエクゼと同じく現行のゲーム機への復刻は本稿執筆時点において実現していない。また通信に絡む要素やバージョン別の仕様、そしてタッチスクリーンが関係するギミックの存在も相まって、その実現も茨の道になることが容易に想像される。まあでもね、素晴らしきこの世界とか、あの時期に出た DS ゲームスイッチにリメイクされてるからワンチャンあるんじゃないかなと思いますけどね。あれバチバチにタッチスクリーン使いましたからね。オリジナルの DS 版も大規模な値崩れを起こした過去こそあるが、2022年現在は中古の価格が上昇傾向にある。特に流星3は高騰してしまっており、気軽に手を出せない希少なタイトルになってしまうのももどかしい限りだ。5、6000円するよね今。高いやつだと9000円とか言ってる時もあるけど、いつの日になるかは全く読めないが、この苦難に見舞われながらも万人向けのロックマンを目指し奮闘した傑作が蘇る日を心待ちにしたい限りである。流星は3作で終わるような作品ではなかった。とりわけ流星3の覚醒は今見ても驚くべきものがあった。それに触れられる環境が構築されること、そして命がけの戦いに身を投じた変身ヒーローとしてのロックマン、星川スバルとウォーロックの名コンビの魅力が語り継がれていくことを願いたい。いやー、いい記事。めちゃくちゃこの人の熱い思いが伝わってくる記事。このシェループさん、いや、めちゃくちゃいい記事です。本当にこの人と直接話してみたい。後でツイッターフォローしとこう。ということで今回はデンファミニコゲーマーさんで掲載された流星のロックマンに関する記事を読んでみましたが、いかがだったでしょうか。いや、もう本当にね、この表題にある流星のロックマンは3作で終わるような作品ではなかったっていうのはまさにその通りだなと思うんですけど、当時500円になっちゃったとか、もう実際に見てきた人間としてわかるわっていうところがあって、もう本当に読んでて楽しかったし、
流星のロックマン、これからも何か展開があってほしいなって思いました。で、ね、サブチャンネルの方で流星のロックマンもエクゼも今後も応援し続けて、もうリメイクとか新作が出るまで応援し続けていきたいと思いますので、皆さん概要欄かコメント欄にリンク貼っとくので、そちらもぜひチャンネル登録しておいてください。もう皆さんの応援がね、実際に作品のリメイクとかにつながるような時代に今なってますので、いろんなゲームがリメイクされてるわけじゃないですか。声が大きければまた今後の展開もあると思うので、皆さんの力をぜひ貸してください。ではここまでご視聴ありがとうございました。皆さんの流星に関する思い出とかあったら、ぜひコメント欄に書いておいてください。ありがとうございました。